クリスマスターズによるベアハック。ベアハックはレスリング、プロレス、総合格闘技などの格闘技で使用される締め技、テイクダウン技の一種である。技の目的は異なるが見た目が類似しているため、相撲の決まり手の一種であるサバ織と呼ばれることもある。プロレスでは熊式サバ織とも呼ばれている。近代プロレスではジョージ・ハッケン・シュミットが得意技としていた。 ハッケンシュミットは、平成ロシア期のエストニア出身レスラーであるが、その故郷では挨拶の際、非常に強く抱き合う習慣があったことからハッケンシュミットが、得意技とした締め技として、熊の抱擁という呼称がついたと言われる。締め技として仕掛ける場合は、立位外面からのクリンチ状態より、両腕で相手の胴回りを抱き込み、絞り込むように締め付けることで、 相手の背骨からあばら骨にかけてを圧迫する。その際に相手を持ち上げることで、相手体重が加わり、より強いダメージとなる。ただし、相手との体格差によっては、これが困難な場合もある。締め付けだけで相手にダメージを与えるには、強い腕力が必要であり、相手を持ち上げる際に、足腰の安定も重要となる。柔道では両腕で、 相手の胴に抱きつくことをベアハックと呼ばれる。かつてはいきなりのベアハックであるハイタックルからのこそとがかりはよく使用されていた。MMA でもヒクソングレーシーなどがよく使用していた。2010年から国際柔道連盟ルールでは上着を持たない状態からのいきなりのベアハックは指導の反則となった。上記の体勢から 自身の体重を浴びせ倒すことによって、テイクダウンする技や背面から胴を抱く技も、同様に、ベアハックと呼ばれる。相撲の決まり手の一種であるサバオリも、類似の技であるがもっぱら相手を倒す技として、使用されて、締め技としては用いられない。ボディビルダーでもあり、怪力を誇ったジョージ・ハッケン・シュミットの、ベアハックからは、逃げることはできないと言われた。後の使い手も、 やはり怪力として知られたブルーノ・サン・マルチのアート・トーマス、イワン・コロフ、ニコライ・ボルコフ、ケンパ・テラ、スーパースター、ビリー・グラハムなどがおり、巨漢レスラーのアンドレザ・ジャイアントも用いていた。日本人レスラーではストロング・コバヤシ、坂口誠二などが得意技としていた。なお、ダニー・ホチはレスリングの見せ物用に調教された約2 3 0ラムの グマと戦った際にベアハックを食って、あまりの怪力にどうにもならずにギブアップしたといい、熊がどのくらい強いか一遍やってみたかったんだが、とても人間のかなわ相手じゃないということがよくわかったと語っている。シンプルな技であるが相手と正対して、両腕を使用する必要があるため、ベアハック自体の変形バリエーションは少ない。特定の故障はないもののベアハックの変形として腰を、 視点として、相手を完全に宙に浮かせることでダメージを与える、ものが存在する。ただし、通常のベアハックの方が威力が高いという指摘もある。ハルク・ホーガンは新日本プロレスで、アンドレザジャイアントを、ベアハックで宙に浮かせてみせたことがある。ブルーノサン・マルチノは、ジャイアントババにベアハックを仕掛けて、たびたび脳ンチョップで脱出されたため、背後から抱きつくベアハックを繰り出したことがあった。 ありがとうございます。